関東、栃木県大田原市雲岩寺に所在する、臨在宗明神事派の寺院である。三号は東山。本尊はお奥るみ海山は高峰県比海妃は宋も東昌。禅州寺院としての開山当時は、筑前の正福寺、越前の永平寺、紀州の広告寺とともに、日本の禅州四大道場と呼ばれた。雲岩寺は、 平安時代後期の大春年間に、初層元和尚によって、那須十二教の一つである、山田郷須崎村の奥の霊気漂う理想的な場所に、旧仏教系寺院として解散されたという。しかし寺は何時しか荒廃してしまった。復興させたのは、高峰顕美で、公安六年、時の執権、北条時宗を大晩納とし、 高梨勝る願い法院の寄信のもと、臨在囚人院として改めて解散したと言われる。無住名徳禅寺が住職となった、天正6年、雲岩寺は臨在囚明神寺派へ改修された。天正18年の豊臣秀吉による小田原征伐では、カラス山城の那須助春が教順せず、城攻めの際には、付近の住民が雲岩寺に逃げ込む。 豊臣方は、北条氏を大旦那とする、この寺を軍事要塞とみなし、火を放ったというが、数年後には再建されている。当時は、廃人、松尾芭蕉が、奥の細道機構で立ち寄ったことでも知られる。地域には、当時の住職であった、仏頂禅寺と芭蕉の下碑があり、以下の肉が刻まれている。縦横の五尺に足らぬ草の葉を結ぶも悔やし雨。 中にせば仏頂期追ばもいおは破らず、夏木立場所をこの下避は、今日は3年に建てられたものを、1879年になって再建したものと言われる。高下4年にも、火災で道を失ったが、嘉永2年に再建された。1912年、築300年を超えた、仏道の改築工事が始まり、1922年に、竣工した。 2010年代の JR 東日本は、趣き深い日本国内の旅を歌うシリーズ CM、大人の休日クラブを、吉永さゆり主演で打ってきたが、黒羽町にスポットを当てて雲岩寺を、主題の一つとする新編、栃木県、黒羽の場小編が2018年3月から、訴求され始めると、おごそかな山寺の魅力が、消費者に伝わったと見えて、当時では、 観光客が急増した。本来的に山深い修行の場であって、観光地ではない当時と、周辺地域は観光客に対応する設備も基本的になく、通信機器の電波状況も県外であるが、観光客も大方はそのことを知った上での来訪であり、大きな混乱は見られない。雲岩寺は人が内なるものに心を置く道場であり、 聖域の商用を楽しんでもらえるよう、静かな参拝を呼びかけている。高峰県秘墓は、区内庁管理のため午前までしか参拝できない。無料で自由配管できるが、いわゆる観光寺院ではなく、修行道場であることに留意が必要である。ありがとうございます。